と、いや私今すごいドキドキしてます。これから松島であることに初体験できるということなんですが、はい、何でしょう。今日はシーカヤックに乗っていただきます。シーカヤック、海をのんびり散歩するための小さな船。腕で漕ぐとすぐ疲れちゃうんで、腕じゃなくてこういう体のひねりを使って漕いでください。なるほど、そうそうそう、あ確かに上半身を垂直にしとけば勝手に戻るんですね。おー、はい、あー面白い。はい、じゃあ行ってらっしゃい。え、じゃあ来てください一緒に。ちょうどカヤックは水の上に座ってる高さになるんです。この目線の高さってあまり体験したことがないと思う。そうですよね。うわー私今どこにいるんだろう。すごい、日本三景で正面の島、この島2つ合わせて通称双子島と呼ばれてます。おー、わー今島と島の間を抜けます。いやーこんな近づいたことないです。わー面白い。全然力がいらないですね。本当にシーカヤックってこんな簡単にできるんですね。場所を選べば、うん、ね、上手に教えてくれる人を探すってことです。説明が分かりやすいですよね。いいでしょう。